みなさんこんにちは、ひなです。ただいまの時刻はですね、夜の10時57分ということで、もうすぐね日付が変わろうとしておりますけれども、なんと明日から弾丸韓国旅に行ってきたいと思います。はい、これは1ヶ月ぐらい前に急遽思い立って行くことにしたんですけども、まあ、ちょっとなんで行くのかっていうのをいろいろお話をしながら、今回はこちらですね、スーツケースがあるんですけども、パッキングの様子を撮っていこうかなと思います。もう今本当に夜遅くて、私もねアイメイクとかほとんどしてなくって、リップだけ塗ってる状態なんですけどもはい、こんな感じでちょっとゆるくなるんですけど、やっていきたいと思います。よかったら最後まで見てっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、じゃあ早速ちょっと時間も遅いので荷物をいろいろ確認しながら入れていきたいなと思いますが、スーツケースこちらですね、中ぐらいのサイズぐらいかな、自分が持ってる中で。これに入れていきたいと思います。今回は2泊3日の、旅になっております。で、今回の旅は2泊3日で、私と、私の妹と2人で行ってきます。はい、オープニングでもね言ったんですけど、1ヶ月前ですね、年明けてすぐぐらいに、まあ、思い立って行こうかなと思って行くことにしたんですけども、なんでかっていうと、なんと私眉アートメイクをしに行ってきます。ドキドキです。どうなるんだろうって、めっちゃ緊張してるんだけど、ずっと自分の眉毛にコンプレックスがあって、で、もともと左右対称な方ではなかったので、いつか眉アートメイクしたいなっていうのをずっと言ってたんですよ。でも今年に入ってからはもうちょっといろいろ試せることはやってみたいなって思っているので、韓国に行って眉アートメイクです。はい、幼なじみの瑞希が韓国に住んでいるので、彼女が行ったことのあるサロンに私も連れて行ってもらいます。はい、めっちゃドキドキ、本当にどうなるんだろう、もうね、この眉毛がどうなるかっていうのがすごい楽しみなんですけども、その眉アートメイクをしに行くっていうのが今回の目的になるので、もうメイクが、施術をした後ができないんですよ。まあできないわけじゃないんだけど、2日間ぐらい水にこの眉毛の部分を濡らすことができないので、メイクはそんなねがっつりもだからするつもりないし、向こうもまだ寒いみたいなので、本当にこうゆるっとぬるっと、はい、しに行くみたいな感じなんですけども、なので、まあ、お洋服はある程度、まあ、この日はこれを着ようって決めてはいるんだけど、結構楽ちんコーデなものが多いかな。はい、まあ、向こうでお買い物するからっていうのもあるけど、コスメもほぼ持ってかないし、スキンケアもほぼ持ってかないし、結構いつもよりはかなり少なめになってるんじゃないかなと思うんですけども、今の時期本当にやっぱまだ寒いみたいなので、ちょっとどうだろう、参考になるかわかんないんですけど、楽しく見ててもらえたらなと思います。はい、ではまずちょっと洋服から詰めていきたいと思います。洋服はもう2日分ね、さっき言ったみたいに決めてて、ちょっとこの入れ物に入れながらやっていきますね。この入れ物はもうめっちゃ前、5年前とかじゃないかな、フランフランで買ったこういうねパッキング用の袋なんですけど、この中に基本的には私は洋服をいつも入れて出かけてます。とまずは初日ね、初日はこれ持っていくものじゃないんだけど、せっかくなんで紹介します。まずはこれ、トゥデイフルのこういうウール系のカーゴパンツですね、これをもう履いていきます。でこれにブーツインする感じで、トップスはめちゃくちゃ前にアウトレットで買ったこのポロのボアのねトップスがあるんですよ。もうこれ着ちゃえば間違いないかなと思って、そう、本当にどれぐらい寒いのかがあんまり想像できなくって、一応温度を調べたらマイナスになることは私たちが行く時はないみたいなんですけど、日本の雪が降ってめちゃくちゃ寒い日みたいなくらいのイメージかな、温度的にって思っているので、まあヒートテックを着て、まあ、ちょっと分厚めのトップスを着て、まあ、ダウンを着ていれば問題ないかなっていう感じで、一旦初日はこれで過ごそうかなと思ってます。でこれ簡単に脱ぎ着しやすいので、暑ければ脱いでもいいしっていう感じで、初日は一旦ちょっと考えてる感じですね。で2日目のコーデをちょっと詰めていくんですけど、とまずはもう万能にいろいろ使えるかなと思ったこのトゥデイフルのプロのスラックスを持っていきます。これ
向こうで、まあ、お買い物もねせっかくなので楽しみたいなとは思っているんですけど、私結構韓国でお買い物したものその場で着たくなっちゃうタイプなんで、まあ今回どうするか分かんないけど、もしまあなんかトップスとか買った時に万能に合わせれるものと言ったら、まあこのスラックスかなと思って、あと分厚いので冬にぴったりかなってことで今回はこの子を持っていきます。トップスはめちゃくちゃ悩んだ。さっきも言ったみたいに眉を濡らすことができないのでメイクをもうほぼしないで過ごすんですね。なので1日目にもうついて夕方に施術をするんですけど、もう2日目3日目は完全ほぼすっぴん状態なので、まあ、日焼け止め石鹸で落とせるような軽めの、まあ、ベースメイクに、まあ、リップだけ塗れればそれで十分かなっていうことで、まあ、マスクを持っていくのでそれはそれでいいんですけど、多分帽子をかぶって過ごすと思うんですよ。ってなった時にそれに合うコーディネートにしなきゃいけないのでめっちゃいろいろ考えたんだけど、まあもう一番無難に合いそうなこのこれもトゥデイフルですね。これは去年買ったかな、買いました。水色のこういうモヘアのニットに今年買ったロクのベロワの白のこれ重ね着します。ちょっとチラッと袖が見える感じになると思うな、実際に着ると。これで2日目は OK で、ヒートテックは一応持っていくけど基本的に2日目は室内で過ごすことが多くなってくるので、まあその都度その日の温度に合わせて着るのか着らないのかって感じで考えていこうと思います。で帽子がこれねレウリーで販売しております。こちらのハットで今回は過ごしますので、これはもうこの中じゃなくて後で上に重ねようかな。もうね冬の問題ってさ、やっぱ寒さ対策をするので荷物がね分厚くなっちゃうのよ絶対。もうこれはしょうがないよね、絶対的な問題として。極力少なくしてはいきたいけれど、スウェットなりニットとかをやっぱ持っていくことになっちゃうので、本当はね夏とかだったらもうこれに全部入るんだけど、ちょっと分厚いので、まあ、これが2日分の洋服って感じですね。で帰りなんですけど、そう今回そのさっきも言った幼なじみの瑞希のお家にお世話になるんですね。なのでパジャマを持っていきます。はい、パジャマなので3日目はもうただ帰るだけなのでパジャマで帰ります。まあいいかなと思って、なのでちょっとねチラッとお見せしておきます。はい、お見せしておきます。はい、こちらの可愛いスウェットを、まあ、普段は絶対パジャマじゃ絶対着ないんだけど、まあ、今回はちょっと荷物を減らしたいっていう意味もあってこちらのスウェットちゃんチラッと見せておきます。見えるかな、チラッとこれとこれユニクロのめっちゃ前に買ったこのユニクロ U の、 あのスウェットですね。このこれすごい人気だったこのタイプのパンツを持って行って、まあこれでも究極帰れるよみたいなコーディネートにしております。まあもしなんかパンツが実際にもう一回着てみた時になんかいまいちだなって思ったら、まあ1日目に着てきたパンツで帰ってもいいかなとかも思っているので、なるべく荷物を少なくしたい、荷物常に多くなっちゃうタイプな人なので頑張りました。そこはいろいろ考えて減らしてみた。で私はまあ大体皆さんそうかもしれないんだけど、こういう洋服とかはなんかボンって入れちゃうとわけわかんなくなったりとかするのが私はあんまり好きじゃないので、なんかバッグ買ったりとかした時についてくるこういう巾着とかに1日目3日目みたいな感じで分けて入れます。であとはまずこの中に、はい、いっぱい入っております。インナー類ですね。まず、まあ、寒さがどうなるかわかんないんだけど、ユニクロのヒートテックタイプのタイツ2日分、あとはタートル2日分で、ハンカチ2日分と着圧タイツ、あとは下着ですねを入れてます。まあこれで過ごせるかなと思うのでこれもインナー類入れております。で今回に関してなんですけど、私バッグはもうこのね初売りの購入品でもご紹介したビューティー&ユースユナイテッドアローズで購入したこの夫と兼用で使ってるナイロンのバッグで行こうと思っています。でこの中にもういっぱい荷物が入るので、もう3日間これで基本的には過ごそうかなって思っていて、ただこのスマホショルダーです。はい、レウリーのこのスマホショルダーを持っていく。これももうね本当にさ、こういうところがね荷物が減らせなくなる理由だとは思うんですけど、一応ナイロンバッグで過ごすっていう角度が一番めちゃくちゃ高いんだけど、2日目がどういう感じになるかなっていうのが、まあ、なんとなく予定を決めてるんですけど、まだちょっとねその日にならないとその日の気分にならないと分かんないかなっていうのもあるので、本当にかさばらないこのねレウリーのスマホケース、でこれにトートバッグをね普通に持っていこうと思ってて、トートバッグそうで、お買い物した時とはこの中にポンって入れたりするじゃないですか。そうとスマホショルダー
この中に入れとけば過ごせるし、荷物もねいいので、まあ、一応これは持っていこうと思ってます。であとこのプラダのバッグ、これもこの中にちょっといろいろマスクとかを持っていこうと思ってるんで、それに入れて、まあこっちのバッグが良ければ2日目使えるかなみたいな感じで使っていこうと思っております。はい、なのでこれもちょっと持っていきますね。ちなみに必ずそのさっきも言ったんですけど、マスク、これですね、マスクと、あと喉ヌール濡れマスクも持っていきます。はい、向こう黄砂とかすごいんじゃないかなっていうのが、まあ、前回行った時もあるので、基本的にそのさっきも言ったすっぴんで過ごすっていうのもあるので、マスクは持っていくっていうことで、はい、でこれをこのポーチ代わりとして入れちゃいます。こういう箱とかはね、出していった方が楽ちんなんで、荷物がねかさばんないので、この中に入れて OK。はい、次こちらですね。これはヒースのモフモフポーチ、かわいいでしょ。この中には必要最低限のコスメが入ってます。コスメっていうほどでもないんだけど、そう、もう今回持っていこうと思ってるのがこれですね。乾燥さんの保湿力スキンケア下地カバータイプですね。日焼け止めも入っている化粧下地、まあ本当にオールインワンタイプのベースになってるんですけど、これが石鹸でも落ちるのでいいかなと思って、今回はこの子を持っていくことにしました。で、あとはまあどうかわかんないけど、アンドビーのこのファンシーラー持っていくのと、あとそう、今日ちなみにね、まつげパーマをしてたので、もうまつげですね、メイク、アイメイクほぼしないんで、まつげのパーマをキープするタイプの透明のマスカラ、美容液みたいな感じかな、とヘアクリップでしょ。あとは私の大好きなこのビセのプランパーリップはね持っていく、とこのロム&のリップ一応ポーチに入れて、あとは持ち歩き用でこっちのバッグにパパッとこう簡単に塗れるようなリップを持っていくっていう、まあ、このサイズだけど入ってないあんまりまあこれだけあればいいかなってことで、これを持っていくでしょ。で、あとはこの安定のこちらですね、これ無印のポーチなんですけど、この中にこれも必要最低限のスキンケアを入れました。すべてヘアオイルとか、まあ、そういったものも全部この中に入ってます。いつもだったらこれともう一個ポーチが私いるんですよ、もう荷物が多い女なので。そう、でも今回は頑張ってこれに抑えた。はい、っていうのも途中で言ったように、多分絶対韓国でそのお買い物をするので、まあ、それでどうにかなるかなっていう、もう買っちゃうので初日に足りないものはそこで買って補おうっていう、今回はそういう作戦で行っております。なのでこれだけです。でバッグとかも一応1日1枚だけ入れてるけど、もう他はもういらないかな、もう向こうで買ったの使おうって思ってるので、これだけ持っていきます。はい、でちなみに妹と兼用でこれは一緒に使うので、もう私が代表してスキンケア系は一緒に持ってって使います。あ、でもねこれは絶対持っていくようにしたの、じゃん、こちらです。このオイルさえあればいいかなって思ってるから。あとね、最近ね日本で先行販売されたこれももう絶対持っていこうと思って、最近お気に入りです、ラロッシュポゼのシカプラストリペアクリーム。これもね水木がそうおすすめしていて、日本ではまだ販売してなかったんだけど、最近先行販売で置いてあるので、場所があるかな多分なんでこれさえあればねどうにかなる。そう、すっぴんなんであとそうコンタクトとか全部そういうのとかも入れて持っていこうかなと思っております。これ必要最低限で、はい、で荷物少ないくがいいって言ってたんですけど、すいません、これは私にとっての旅行の時の本当に七つ道具みたいなポーチになっているんですけども、これあればね安心みたいなポーチです。何が入ってるかっていうと、まあ、まず歯ブラシね、歯ブラシ、クリニカです。はい、これ持っていく、リファの櫛でしょ。あとは、まあ、こういうティッシュ系、これも大事だからね、これ1個出しとこ忘れないうちに、ちょっとこれね。で、あとはちょっとこれさすがに減らしていこうかな、今見直したけど絶対いらんよねこんないっぱい、ちょっと減らそう。アイマスク2枚だけ持っていくことにします。あとはそうアイメイクのシートを、多分初日だけは簡単にメイクする可能性がちょっと今のところあるので、これはね普通にコスメショップで買った、でもこれも一応韓国のものなんですけど、リップとかアイメイクのリムーバーのシートになってるので、パパッとこれで落とせるから、これは持っていくでしょ。 あとこれはこっちに入れちゃった、さっきのところには入んなかったんで、クレンジング水入んないんじゃもう意味ないやんって話なんですけど、はい、これはこれでピッピって基本的にね
落として洗顔してみたいな感じとかを入れてたりとか、この中にジップロックに全部入れてるんですけど、サプリとかいろいろコットンとかが入っています。いつも飲んでるビタミン C 系のサプリとか花粉のお薬入れてたりとか、あと頭痛薬とか、もうこれも基本的に旅行の時にいつもチェックして、もうこれだけあればとりあえずどうにでもなるかなっていう感じなので、これでしょ。あとね、これもね結構私はね旅行持っていく時に役立つなと思って、すいません、ちょっとめちゃくちゃ綺麗ではないんですけど、このロージーローザのソフトコットンシートっていうものがあるんですけど、これをね持っていっておくと結構旅行の時便利だなっていうのにすごい気がついて、私基本的に顔洗った後にタオルでは拭かないんですよね。それはやっぱりタオルにちょっと菌がついてたりとかする場合もあるからっていうのを聞いてから、そういうクレンジングシートって言いますか、タオル、コットンタオルみたいなもので普段家でも拭いてるんですけど、ホテルってやっぱ限られたタオルとかしかないじゃないですか。でティッシュとかで拭いたりするんだけど、ティッシュって物足りなくって、これをこのポーチに入れておくと便利、使えちゃうから、これは基本入れっぱなしです。まあ今回はちょっと使うかどうかは分かんないけど、でももうこれはこのまま持っていっちゃえば安心なので持っていっちゃいたいと思っております。何でもバッグで、あとはじゃん、ヘアバンド。これはポップアップの時にプレゼントでいただいたスヌーピーのヘアバンド、愛用しております。この子はスーツケースのポケットの中に入れちゃいます。で、あとはこちらですね。これはお洗濯のネットなんですけど、基本的にインナー類とか汚れ物ですかね、そういったものは全部この中に入れて持って帰ってこようと思ってます。楽かなと思って、これもだから持っていく。そうで、あとちょっと一番最後めっちゃ悩んでる洋服関連なんですけど、マフラーを持っていくべきなのかっていうのをめっちゃ悩んでいて、でも荷物になるし、でも基本的にタートル着ちゃってるから別にいらないかなっていうのを、明日最後朝までに悩んでどうするか決めようかなっていうのはちょっと今考えてるところですね。はい、ってな感じで一旦スーツケースは以上になりますかね。なので片方はほぼ空いてるような感じになります。あとはカメラの充電器だったりとか、そういったものは最終的にまた充電が終わったら入れようかなとは思ってるんですけど、あとメガネだね、私が普段使ってる、そういったものはね最後入れようかなと思ってるんだけど、はい、意外とこんな感じかな。なんか少なすぎて心配なんだけど大丈夫かな。大丈夫と思う？急に不安になるっていう。いつもだってめっちゃもっとなんか入れてるイメージがあるから大丈夫だよね。はい、じゃあ行きます。機内に持っていく荷物からですね、さっきも言ったようにこの黒のビューティー&ユースユナイテッドアローズのナイロンのバッグに持っていきます。もうこれ本当に便利でめっちゃ愛用してるんですよ夫が。ポケットが両サイドついてるっていうのもすっごくありがたいし、で今回はそのカメラをね持っていくんですよ。ちょっとだけ YouTube 撮影したいなと思って、でカメラをね持っていくんです。今使ってるのはちょっと大きいから、このこういうお外で撮るようなカメラと、あとは普段私が使っているカメラですね。これもよく質問あったからちょっとせっかくなので、はい、こちらですね。なんかいろいろ風景撮ったりとか、まあ、人物撮ったりとかするとき私このライカのカメラを普段からずっと使っているんですけども、この2つを機内に持っていくので、やっぱこれぐらいねちょっとクッション性のあるようなバッグの方が安心なので、そうなると普段持ってるようなちっちゃいバッグだと不安になってくるので、今回はこの大きいバッグを選ぶことにしました。基本的には普段持ち歩いてるものとそんなに中身は変わらないんですけども、まあさっきも言ったようにまずはこのカメラですね。これはちょっと他の巾着に入れて持っていきます。であとはハンカチティッシュ、はい、これも可愛いでしょ、点々のマークがついてるんです。はい、これ1日目のハンカチとティッシュです。これはちょっとサイドのポケットに入れようかな。で、あとはこの中に入ってるのがモバイルバッテリーですね。この中にあと今日の夜スマホ充電したその充電器も一緒に入れて持ち歩こうと思っております。充電器でしょ。で、あとはこれ、この中にはまあ本当に簡単なブラシとかミラーとかノンフィクションのリップバームとか、まあ、バッグの中身とかで紹介してるんだけど、こういうアホ毛を直すようなものとか、そういったものが入っているちっちゃめポーチ、目薬とかも入っております。あとはお財布とカード、まあ、こういったウォレット類、エアポッツ、はい、これも可愛い点々で、あとはこの中にこれ多分
100円ショップかなんかで買ったと思うんですけど、パスポートが入ってますとかボールペンとかが入っている、これを持っていきます。で、まあタックスフリーですね。レシートとかもこの中に入れて一番最後空港とかでねできたりするので、こういう入れ物を持っておくと結構便利かなと思います。はい。で、あとはスマホを入れてくらいになるんじゃないでしょうか。ちょっと私もまだどうなるかなって感じですけど、多分こんなもんか、意外とこんなもんになっております。え、じゃあ以上、不安大丈夫か、 OK。 じゃあ一旦一応こんな感じで荷物は多分詰め終わったんじゃないかなと思います。はい、というわけでこんな感じで入っております。荷物が、あ、意外とコンパクトなんじゃない、私にしては。どうかな。2日目3日目のお洋服兼パジャマが入っている、あとはここにインナー類が入ってる、私の旅行に大事な7つ道具が入って、簡単なコスメが入って、まあ、この中にマスクが入っているのと、まあちょっともしかしたら使うかもしれないバッグをポーチ代わりに入れて、あとはこうお買い物とかに使えるようなねトートバッグを入れる。で、ここにヘアバンドと、あとスマホショルダーと、まあちょっと省いちゃったんですけどベルトですね。2日目に使うベルトをこの中に入れます。あとは洗濯ネット入れてるのと、こっちのポケットはちょっとまだ何も入れてないんだけど、反対側はねこのスキンケアしか入ってない。これだけで行く形になるんじゃないかなとは思います。はい、はい、というわけですごくなんかいつもより私の中では荷物が少ないので、めちゃくちゃ今本当にこれで大丈夫なのかっていう不安はあるんですけども、まあでもね、足りなければ向こうで最悪買えばどうにかなるかなという心を持って韓国に行きたいなと思います。妹と2人はね、私韓国初めてなんですよ。まあそれぞれね行ったことはあるんだけど、それもなんか不安なんだけど正直どんな旅になるんだろうって感じですが、現地では瑞希とすぐ合流する予定なので、まあ、それもすごい楽しみだし、やっぱりいてくれるとめちゃくちゃ安心するので、今回もありがたく本当にお世話になろうと思っております。はい、というわけで以上が今回のパッキング動画でございました。こんな感じのめっちゃいろいろ喋っちゃったけど、どうでしょう、夜のテンションなのでちゃんと撮れてるのか不安ですが、しかも髪の毛ボサボサだしメイクもやってないしみたいな感じなんですけども、もうね本当にずっとやってみたかった眉アートメイクということで、すごいなんかめっちゃ緊張する。なんかやっぱさ、ちょっとはさ濃くなったりとかするわけじゃないですか。それもなんかどうなるんだろうって不安な部分もあるんだけど、まあ楽しんで、ちょっと緊張するけど温かく夫が送り出してくれるので綺麗になって帰ってこようと思います。わー緊張する、でもちょっとドキドキだけど気をつけて行ってこようと思います。でまたちょっと韓国の様子とかも動画を撮ろうかなって思ってるので、よかったらまたそちらも見ていただけると嬉しいです。というわけで以上が今日の動画でした。韓国2泊3日のゆるゆるパッキング動画ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。では今からお風呂に入って寝たいと思います。明日早いフライトなので、はい、健康には気をつけて行ってきたいと思います。では皆さんおやすみなさい、行ってきます。Think about the good